皆さんこんにちは。今回は彗星の狸を見守る人たちの反応をご紹介します。皆さんの感想もコメントで教えてね。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、レッツゴー。畑を荒らす狸。盗み食い狸。ここめっちゃ可愛くない？メンタルボロボロだけど空腹には勝てなかったよ。空腹に負けたからむしろ弱いんだ。人間どうやってもお腹はすく。もうびっくりするくらいずうずうしい。いいんだよ。生きてや腹も減るし眠くもなる。悲しくても辛くても腹は減るんだよ。彗星でずっと一人で生きてた女だぞ。強いに決まってる。ここで無気力な表情してたのならまだしもあ、やっべって顔してるからもう笑えるんよ。やっぱ強いよなこの子。鬱陶しいしずうずうしい。見つかったら素早く逃げるんじゃなくて捕まっておとなしくなるところがタヌキ。冷蔵庫開けっぱなしで、調理もしないのが野生動物っぽくて可愛い。害獣。常に命の危機があってもネグレクト気味でも年寄りに嫌われててもなんとかやってこれた彗星メンタルがここに来て生きてるな。同じく辛い目にあったグエルなんか食事もできなかったからな。それに比べればだいぶマシでよかった。グエルが2週間以上拒食してたの思い出して笑った。たくましいぞこの主人公。3日じゃなかったか？2週間じゃ血ぬって。彗星でそんなことしたら血ぬからな。体が生きる術を覚えてる。表情があまりにも最高。花嫁と母親と家族から一度に突き放された人のする顔か？これが。生きるということをちゃんとできる子でめっちゃ安心した。グエルなら大丈夫だからな。トイレのグエル見ろよ。水も喉通らなかったぞ。生きてて偉い。ここの描写のおかげでスレッタが俺が考えているよりたくましい子だって分かって嬉しかったです。かっここなみかん。タヌキのロードキル多いのも車に照らされるとびっくりして動けなくなるからだってな。いろいろ入ってる中でハムを取るのがズーズーしさレベル100。ずぶとい腹してて本当によかった。精神的に追い詰められてても根の部分はずぶといの好き。今週の話を辛い場面多かったからここで癒された。スレッタの精神崩壊展開とかよく予想されてたけどやっぱ視聴者の想像以上に精神が強いよなスレッタ。正直立ち直るまで時間かかると思ってたからこのシーンとハムって言及されたところであっこいつ割とずぶといなって思えた。平成タヌキ合戦ポンポコの罠に捕まるシーン思い出した。まあグエルと違って母ちゃん死んだわけじゃないし、エアリアルも爆発したわけじゃないからな。辛くても悲しくても泣くと体力使うからお腹減るよね。彗星の厳しい環境はタヌキをたくましくする。現実のポンポコも食べ物系の罠にはたやすくかかるから。先週散々見たスレッタ闇落ちスレを笑うような本人のバイタリティだった。お腹が空いていることと一人でいることは一番いけないことって誰かが言ってた。やっぱ強いわ、彗星タヌキ。あとは風呂だな。あの明るさが言われてたからやってたんじゃなく巣だったってわかったかい。なんかパジャマで日の当たるところでご飯食べようってしてる地球寮のみんながすごく好き。これはスレッタの心を埋めてくれますわ。盗み食いバレッタマーキュリー。想像していた以上にたくましかったタヌキ最高だよ。ミオリネトマト、4号差し入れ、地球寮今回やはり餌付けが効く。腹が減っては線はできぬからな。仕方ないなのでハムを拝借しますね。ろくな教育されない環境で育ったけど、それはそれとしてボロボロにされても進める強い子。お腹は空いてるしどうせなら美味しくて食べ応えのあるものを食べたいのである。こっそり盗み食いする場合ってバレなさそうなやつかうまそうなやつのどっちかだと思うけどうまそうなやつ選ぶのが最高にスレッタ。腹を満たすだけなら手近なやつ持って部屋に戻ればいいのに、わざわざ襟好みしてるのがスレッタ。まあどうせ食べるなら肉類だよなぁ。深夜に食べるハム、うまいよなぁ。挙動が完全に畑を荒らしに来たタヌキのそれで笑う。そういや4号意識したのも豚小屋で餌付けされてからだったな。やっぱり食事差し入れた4号が的確な行動すぎる。メンタル沈んでる時こそ腹に入れて栄養取らないとだからな。心配して食事を与えてくれる地球寮の子たちに心配してくれてすみませんとかからの食事じゃなくて腹減ったからこっそり飯でも食うかーってなっているあたりが神経ずぶとすぎて笑う。これからは盗み食いなんてせずみんなに餌もらえ。深夜にハムを食う快楽には勝てなかったよ。朝なんだよな、朝っぱらからがっつり食おうとしてんな。深夜にこっそりとかではなく朝飯の時間になって腹減ったからって理由は草。
単に空腹満たしたいだけならカロリーメイト的なのでもいいのに、あえて腹にたまらなそうなハム選ぶあたり、空腹感というより美味しいもの食べたい欲で動いてる。ひっそりと食うのがパンだったらまだシリアスを保ててた。ずぶとくハムを食ってやがる。このメンタルの強さは親の教育が良かったんでしょ。すっとぼけ、てっきり頬がやつれるぐらいまで落ち込むかと思ったが、数日で冷蔵庫を荒らすぐらいの気力があって安心した。昔の父先輩なら盗み食いに怒っただろう。父は父で、怒る気にならない程度に後ろめたいところはあったんだろうと思われる。自分が背中を押したスレッタが余計に暗くなって引きこもり始めたんだし、食事も取ってないし大丈夫かな、自分のせいかもなと思ってたら、でっかいハムは静かににしてんだぜ。そりゃ笑い顔にもなるぜ。さすがにあのタイミングで食ったらデコピンぐらいするだろうがな。ちゃっかり肉を選んでるのがほんとさ、いっぱいを食べ。恨みで空腹は満たされませんよってどこかで聞いたセリフを実践しとる。ここのアリアさん可愛い、可愛くない？あ、可愛くないアリア先輩がいるとでも？地球寮のお母さんって感じする。逆にこのずぶとさとメンタルに引きずられないフィジカルがあったからこそ彗星で生き残れたんだろうな。この状況で食欲が出てくるのはシンプルにすごいよ。手慣れているので初犯じゃないですねこれは。気落ちしてるとお腹空いても動くのが億劫だし、口に入れても噛むのすら疲れるから、自分の足でつまみ食いしようとするだけでも回復してよかったよ。食欲あって安心した。強いし可愛いタヌキだなぁ。俺もスレッタなら同じようにしたなぁ。かっこ精一杯の用語。あの状況からふて寝してやけ食いとかいう、ちょっと落ち込んだ OL のような超普通ムーブ強い。早計だろうが、このシーン見てこの子は大丈夫だと思ってしまったし、めっちゃ愛おしくなってしまった。幸せになってくれ。彗星には同世代いないからコミュ障気味。彗星で仕事して曲がりなりにも社会経験あるからメンタルずぶとめって感じなのかね。タヌキハム精神と気力30アップとかスパロボでありそう。空気力はあるんだなと少し安心。お前はそれで放送前からタヌキ顔だと言われてたのは知ってたけど、最新話に至るまで言動の端々でタヌキムーブしてくるとは。タヌキシーン集めたら20分超えそう。このタヌキ可愛い、いっぱいを食べ。すっかり忘れてたけどこいつズーズーしかったわ。あの頃のスレッタがようやく帰ってきたな。心がボロボロになってもお腹が空いて盗み食いしようとしたり、温かいご飯を食べて地球寮の言葉でエリクトの真意を理解して1話で再起するのはすごいと思った。ただの操り人形じゃないんだよ。スレッタ立ち上がった。主人公頑張れ。再起の仕方がドラマティカルじゃなくて、ゆっくり寝て友達とあったかいご飯食べてだんだんとほぐれていくのが優しくて好き。地球寮のみんなとの絆はスレッタ自身が気づいたものだしね。全然空っぽなんかじゃないんだ。スレッタが部屋から出てきた像的なやりとりじゃなくて、普通に朝ご飯を食べに来たのを迎えるやりとりだったのが新鮮だった。後半エグいシーンだっただけに癒しパート。美味しいおやつにほかほかご飯ぽちゃぽちゃ、お風呂にあったかい布団、人間っていいな。1話で地球寮のみんなが優しく接してくれるから尊いんだ。絆が深まるんだ。ご視聴ありがとうございました。